ユーザーとしての経緯はこのぐらいにして、うん、まあ、ティンモンリフレクションズ を作るきっかけを、メジャーじゃない分野 の, あの情報っていうのを提供するサービスっていうのを、まあ、作りたかったんですよ当時。こうニッチな分野っていうのは全然出てこないと。で、あの広く浅くじゃなくて、こう狭く深くやっぱりあの向き合わないとなかなかちゃんと読まれるメディアっていうのは作れないんだなと。じゃあ天文で何かやってみるかと、うん、と思って、始めたと、まあ、簡単に言うとそんな感じですね、うん、そうですよ。でもその時にこう、まあ、自分のこうイメージを実現できるスキルはもう、はい、お仕事を通じて身につけてらっしゃったんですもんね。まあまあ十分かどうかは別として、とりあえず形にはあの割と同じ、割とっていうか極めて同じようなことをあの手法を使ってやったんで、まあ、そこからはなんかじゃあ順調な感じなんですかね。まあね、順調、まあ、あの最初の1年2年はかなりあのいろんなところを回ってあの割とすんなり広告出していただけて、去年の12月の実績で28万ぐらいかな、月間。月間28万結構すごいですけどね。うん、でもね、やっぱりね、やっぱり100万目指したいんですけどね。ああ、なるほど。ちょっと難しいかな。100を目指したい。で、こっから先はやっぱ新しいファンを開拓するしかないんだなっていうのが今の、うん、なるほど、なるほど、そうです。感覚ですね。まあ、今日もその一端になるんじゃないですか。そうですよね。今日のこのコラボレーションもそうですよね。はい、うん。やっぱね、あの天文っていう割とガチな層と、うん、あの星系写真とか、うん、宇宙開発とか、まあ、この2つも全然違うんですけど、あ、そう、あの、うん、この間をこうもっとねこう広げていかないといけないなっていうのが、そうですね、だからカメラユーザーっていうとカメラ持ってるってなりますけど、うん、CIPAっていう団体がカメラ年間どのぐらい売れてますよって数字出したりとかして、なんとなく全体の市場感分かるんですけど、天文って、それこそ天体望遠鏡撮ってる人もいれば星系写真撮ってる人もいて、で望遠鏡で見る人もいて、機材持ってないけど星好きっていう空がある関係の感じの人もいるじゃないですか。それ全部ひっくるめたらどんぐらいなのかっていうのも分かんないですよね。そうですよね、本当にね。だからね、今でもね、本当にライトな人含めたら星に関心が少しでもある人ってやっぱ500万人いると思うんですよね。うん、そうですね。そこだって教育とかも絡むわけですから。そうですね、教育ね。そうなってきたらね、教育ね、分母がガッと上がりますよね。いや、まあ難しいところでなんか、500万人のうち何人が天体望遠鏡を買うかっていうと、まあすごく少ないっていう、そこをどうね繋いでいくかっていうところが今後の課題ですよね。まあ、そうですね。うん、まあ、その中で始められた天リフビデオ、はい、はいはい、YouTube チャンネルを開設されまして、はい、あの、はい、ぜひ皆さん、天リフビデオ、チャンネル登録お願いします。ぜひよろしくお願いします。あの私ではやっぱりこう表現できないこと山口さんはやってらっしゃって、結構なんか動画のなんか質って言ったらちょっと失礼ですけど、どん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 上がってきてる感じしますよ、内容。 ありがとうございます。あのもう最初はね、右も左もわからない中シータを駆使して、いや、シータでね、こんな、作り、こんなやり方やってるわって思ったら、あれはあれで衝撃だったんだけど、飛び道具をいきなり使って飛び道具使ってましたね。カップ麺食って、カップ麺食ってカップ麺食ってあの昨日ね、親から電話かかってきて、うんうん、あんたチャンネル登録したわよってそれ、何やねん、YouTuber あるある。それ私もあの親が見てるみたいなんですよ、ね、なんかね、悪いことできないですよ本当ね。まあ、悪いことはしませんけどっていうか。でもその動画はどうして始められたんですか、天リフビデオ、YouTube チャンネルで、ね、はい、やっぱ、体験っていうものを伝えたいんですよ、うんうんうん、こんなにあの感動したとか、うんうん、こんなに面白いとかで、ただそれでテキストでやるとできない部分がやっぱすごい多いなっていうのを感じてて、わかる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 、やっぱこう動画でしかできないことってあるなと、まあ、ずっと思ってたんですけど、なかなか動画って敷居が高くて、うん、あのやりきれてなかったんですよね、まあ、成沢さんに刺激されたっていうのもねあります、本当に。あ、そうですか。いや、もうそうかと、こんなに頑張ってる人がいるなと。ありがとうございます。じゃあ俺も真似してみるぞと。でも私は私、あのよっちゃんとかぼすけさんとかね、はい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 、あとエニフさんとか、
でやってらっしゃったのを見てたので、うんうん、だからそうこう連鎖されてますよね、やっぱね。そうですよね。なんかその機材の扱い方もそうですけど、やっぱ説明書見ても全然わかんないよっていうのは結構多い中で、そうですね、うんうんうん、動画でねこうやって見せたら、あ、これでいいんだみたいなのありますよね、うん、ですよね、うん、そのなんか使っているプロセスがなかなか見えないんですよね、こう一人でやってると、うん、見えない。結果だけがボンってどうやって設置するんだとか、ね、どうやって投入してるのみんなとか、でそこをねやっぱりこう見てもらいたいっていうか、うん、私もライブ配信始めたじゃないですか、はいはい、あれもやっぱりあの視聴者さんがやってるところを見たいっていうのがあって、その自分が何かを学びたいっていうのもあるかもしれないですけど、とりあえずどんなのやってるか見たいっていうことに関心があるっていうことで始めたんですよね。で、まあ、私はまだ全然そんなね、あのファンコミュニケーションぐらいしかやってないですけど、山口さんはあの電子官房とかもベランダでやってますよね。はいはいはい、目では見えないものをこう見せる、見えるようにするっていうことが、最近こうまことしやかにですね、にぎわってきていると、うん、私もちょっとずつ始めてるんですけども、山口さんも多分先駆者じゃないですか。山口さん、いや、あの私はね、あの先駆者を横目で見つつ、あのつかず離れず真似してたったらね、配信ってやっぱり敷居高いんですよね、うん、技術的にも機材的にも敷居高いです、うんうん、見せ方とか、ね、配信やんないとリアルな姿が、うん、見せられないですよね。そうですよね。あで急に始めたりするんだよね。いやもう思い立ったら今日やろうみたいな感じで。僕もこう仕事作業してたら、結構遅く作業してたら、あれ何今やってんのって言ってこう見に行って予告なしにやってますからね、うん、仕事手につかないみたいな。でもなんかあのライブ配信の電子カモのライブ配信もだんだんなんか形整ってきた感じしますよね、ええ、音もだんだん良くなってるし。あ、音ね、音大事ですよね。音大事ですよね、うん、なんかそんな感じでこう、まあ、山口さんの活動は、まあ天文リフレクションズっていうメディアを通じてもあり、 SNS もありますけども、 YouTube チャンネルを通じてですね、そういうのぜひ YouTube をご覧ください。今チャンネル登録者どんぐらいになったんですか。ね、まだ400人いってないんじゃないかな。あ、じゃあぜひあの皆さん、そうなんです、あんまり伸びないんですよね、チャンネル登録者数が。割とね、天理府の読者層って、うん、YouTube にアカウント持ってない方が多いのか、 Gmail を Gmail アカウント登録者のアクセスの方がずっと多いんですよ。あ、そうなんですか。だから皆さんね、チャンネル登録しないで天理府の中に流れてくる、うんうん、あれ見て動画はご覧になってると思うんですけど、見てほしい、本当天理府さんのチャンネルは、ぜひ見てください。本当これが天文ファンですって感じ。本当ね、ライブ感、天文ってちょっと言葉悪い、硬いな、うん、なんか星空を楽しむっていうことのライブ感とピュアさがね伝わる。もうね、人柄がもうピュアじゃないですか、山口さん。もうそのままね、擦れないでいてほしいです。私なんか年下のくせにそんなこと言うのおかしいですけど。いやいや、ありがとうございます。そのままピュアで言い続けてほしいんですよね、本当。だからそれがね、もう永遠の少年で。でも私もなんかファンの方に言われましたけど、チャンネル、 YouTube チャンネルってやっぱりその人の人間性出るんですよね。ああ、そうですね、うん、山口さんやっぱり、ね、出てますよね、本当ね。打ち上げあってどうすんだよって。お互いかゆいぞみたいな感じで米合ってって山口さんから何かその視聴者の人に対して何かメッセージがあれば。メッセージですか、うん、最後になんか星を見てる人の生態って多分これまであんまり世の中に出てないと思うんですね、うん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 、暗い中でやるので基本的に、うん、真っ暗の中でやりますからね。で最近ようやく暗いところでも動画で残せるようになってきたので、うんうんうん、でなのでこれまであんまり見てもらえなかった変なことしてる人たちの姿っていうのが動画でお伝えできるようになりましたと。そうですね、まあ、変なことって言いましたけど実はこれ面白いんですよ、やってみると、うん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 、でね、気がつかなかった面白いことが世の中にあるぞと、うんうんうん、いうことをですね感じてもらえるとすごく嬉しいなと、うん、そうですね、まあ、やっぱりね、1000万人がやる遊びじゃないと思うんですよ、うんうんうん、釣りとかジョギングとはちょっと違って、でもやっぱり100万人から500万人ぐらいの人たちにはきっとフィットする遊びだと思うんですね、うん、そうですね。
で気がつかないでこれまで人生過ごしてた人は、うん、もしかしたらあの素晴らしい一生の趣味に出会えるかもしれないと思うんですよ、うん、その通りですね。ぜひあのこの世界によろしくいらっしゃいませいらっしゃいませでも本当、はい、なんか今話聞いて不思議だなと思いました。あの星空自体はまあみんなが楽しめるからなんていうかこう、うん、マジョリティっていうんですかね、メジャー感があるんですけど、うんうん、そこから先実際にそれを趣味にする方っていうのは非常にマイノリティというか、なんかメジャーとマイナーが同居してる世界なんだなって今話聞いてて思いましたね。だから星空っていうメジャーな世界の中のマイナーな分野が天文なのかもしれないですね。なるほど、なんかうまいことまとめましたね。いやいやいやまとめましたね。マイナー評論家山口ですまあそんな感じで、天文リフレクションさんに今日、あ、天文リフレクションズさんに今日はあの山口さんに今日はお越しいただいてお話を伺いましたけれども、いかがでしたでしょうか。私も、まあ、あのすごく山口さんの存在はやっぱり刺激になってるのと、あと心の支えになってるっていうのがあって、やっぱりそのお互いその同じそのネット界隈というかオンライン界隈というかね、で、あの、まあ、違う方向でこういろいろお互いにやりたいことやってるけど、なんかその気持ちは同じ方向に常にいるような感じがして、まあ、こうやって細かく連絡も取り合ってですね、やらせてもらってるんですけど、すごく私山口さんのこと大好きなので、あの今後ともですね、本当ねお願いしたいですねハンカチ本当ね、まあ、本当お互いに盛り上げていきたいですよね。ですよね、本当にね、きっかけというか、まあ、最初の一歩なんですかね、CP プラス2021のサイトロンジャパンブースで行われるということで、そっちですよね。そうですね、であのこれぜひご覧ください。そうですね、はい、ぜひ遊びに来てください。で、あのこ の, そのライブ配信で、CP プラスの前にですね、私と山口さんで CP プラス の, そのサイトロンジャパンブースを語るっていうですねライブ配信をしようと思ってますんで、そちらもお越しいただければなと思います。ぜひぜひ、見どころ配信じゃない解説か、ね、うん、あのね、こういろいろすごいですよね。いろいろすごいですよね。いろいろすごいってあの分かりにくいけど、いろいろすごいですよね。そう、あのね、私は衝撃でしたね。こんなのやっちゃうのみたいなのが、あ、オンライン、いわゆるあの変態ってやつですよね。そうですね、はい、あのオンラインで良かったって思った、本当に。あ、オンラインだからこそできた感じがしますよね。あ、確かにね。まあその調整はですね、 CP プラスの会場でやったら皆さんドン引きするかもしれないですよね。ドン引きするかもしれないですねまあそん などんな、内容なのかっていうのは、じゃあ後日のライブ配信でねお届けしましょうか。はい、あ、そういえば言い忘れましたけど、あの、はい、星ナビでも連載されてるんでしたっけ。あ、そういえばね、あの、うん、星ナビさんのあの毎月の紹介を書いてるんですよ。やってますね。今月の星並みはこんな感じですよっていうのをですね、あのそれはあの、天竜さんを見に行けば見れますもんね。見れます、見れます、見れますもんね、うん、そういうこともやってらっしゃいますので、はいはい、ぜひ見てください。よろしくお願いします、はい、それでは山口さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、今日はここまでになります。次の動画でまたお会いしましょう。一緒にやってくれますか。さよならバイバイしたっけねを。さよならバイバイしたっけねですね。したっけね、したっけね、また次の動画で、お会いしましょう。さよならバイバイしたっけね。さよならバイバイしたっけね、したっけね。あ、じゃあ山口さんしたっけねずれちゃったありがとうございました。ありがとうございました。はい。